日本経済新聞社日経 BP 株式会社日経 BP は株式会社日本経済新聞社の子会社で出版社である日経 BP 社などと表記される2020年4月に株式会社日本経済新聞出版社を経営統合主に雑誌の発行と書籍出版を行い書店向け販売は日経 BP マーケティングである 1969年4月に日本経済新聞社とアメリカの出版社マグローヒル社との合弁で資本金1億800万円の日経マグローヒル株式会社として設立1988年5月にマグローヒル社49%の持ち株全部を日本経済新聞社に譲渡し1988年7月に現社名となる 後4億円に増資し商法上の代替者基準が適用されるようになった。当初は有限会社で設立が検討された結果、当初の通称は日経マグローヒル社となった経緯がある。当初の資本金は3万ドルだけ契約。マグローヒル参加時代は忠実に直販による読者への提供に限定。年間購読料は前払いのため、同社は前受け金として、 会計勝利し、実際の雑誌発行日までの間の長期信用銀行割引再購入などの金融収益だけで従業員の給与を支払い可能という超有料の財務体質を誇っていた。このため株式が日本経済新聞社に上渡される際の売買価格は額面約5000万円が300億円超の価格となった。不動産を所有せず、 千代田区にある日経神田別館、小川町三井ビルなど周辺、日霊神田三崎町ビルなどに事業所を置いていたが、バブル崩壊後間もなく取引銀行の一つ、三井信託銀行から伊藤中が販売し、第一不動産が所有していた、不動産が不良債権となっており、担保をわずかに下回っても良いからといって、初めて不動産を購入し、砂防会館隣の日経 BP 本社ビルとして、 改築と新館を建築した。同時に放置新聞社との近隣のビルにも事業所を構えた。その後実況 BP 社本社ビルの市場価格は大幅に下落後に NBF プラチナタワーに移転。ビジネス情報誌、日経ビジネスをはじめ、ビジネス IT、医療、電子、機械、土木、建築、サービスなど、あらゆる分野の情報誌を 出版取り次ぎや書店を通さない、読者直販紙で発行するほか、日経ビジネスアソシエ、日経エンタテインメント、など、書店販売の雑誌や、書籍の発行、総合ニュースサイト、日経ブプネット技術系総合情報サイト、日経エクステック、日経トレンティネットなど、各種ウェブサイトの運営、東京ゲームショーなどの各種展示会の開催などを行っている。また、 かつては商用パソコン通信サービス、日経ミックスの運営を行っていたことでも知られている。NBF プラチナタワーに本社は置いていたが、2017年8月、同じ日経参加のテレビ東京が六本木グランドタワーに移転した土地の日経トラノモン別館に本社移転した。2020年4月1日に経営統合した日本経済新聞出版社は、 それまで、日本経済新聞社内に置かれていた日本経済、新聞社出版局が分離、独立する形で2007年1月1日、会社設立されたもので、日本経済新聞社100%出資の子会社であり、出版局時代の出版物、機能をそのまま受け継いだ。新聞社の出版部門が分離、独立してできた、出版社に、朝日新聞出版。 毎日新聞出版、3K 新聞出版がある。上場企業の業績をまとめた、帰還紙日経会社情報を1979年より、発刊し、東洋経済新報社の会社四期法と人気を二分してきたが、2017年春をもって休刊した。日本経済新聞出版社と日経 BP との経営統合後、日本経済新聞出版本部を新設し、 日本経済新聞出版社の編集、制作部門を引き継いだ。同本部は、新ブランド、日本経済新聞出版を用いて、書籍を発刊する。ただし発売元は、日経 BP の市販商品と同様に、日経 BP の全額出資会社である、日経 BP マーケティングとなる。日本経済新聞出版本部のオフィスは、東京都千代田区大手町2丁目2番1号。 新大手町ビル内にあるブランドとして日本経済新聞出版を維持し HP も別個のものであることから独自色が維持されている。ありがとうございます。